ありがとうございます。はい、すあずまさん、この間ありがとう。いや、とんでもない。今回は、うん、僕も、うん、鉢植えをしようと思って、僕の家にあるやつを持ってきました。なるほど。なので今日はこれを鉢植えしたいと思います。鉢植えする、じゃん。ほう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 。ということで、でもね、見てください、これ今こういう風になってるんですけど、後藤がこかしたんですよ。あらららら、これも、うん、あ、サボテンじゃん。そうです、そうです。これどうしたの。これまだ言えないんですけど、うん、あるところから買ってきて。あ、買ったんですよ、うん、へえ。そうなんですよ。これ何、鉢を変えるってこと。そうです、鉢変えたいなと思って。いや、せっかく来たから鉢変えたいなと思って。本日も登場、尾瀬さん。尾崎の百瀬さんです。よろしくお願いします。髪切った方がいいぜ、あなた。え、本当ですか。うん、可愛らしい。あ、 今の方がいいってこと。うん。あ、マジですか。わぁ、すごい、なんかジュラシックパークみたい。ジュラシックパークだぜ。でもさ、大きいのばっかじゃん。ちっちゃいのなんかないんじゃない。このくらいの鉢のサイズだと、多分このくらいの、あー、可愛い、サイズ感になってくると思うんですけど、うんうん、あのタイプのもの、それとちょっと大きい鉢もいいですよ。あんまり大きいと多分お水がこう溜まりすぎちゃって、あ、そう、逆にちょっと良くないです。へえ、もうでかいじゃん。俺ら人間はね、大きいお風呂に入りたいもんやけどな、うん、でもそういう問題じゃないんだよ。お花はもう大きいお風呂入りたくないんだよ。そうだよね、さっきのくらいのサイズか、まあ、このくらいのサイズがやっぱ上限かな。これシンプルなやつ。あ、これも、あ、これも、もうでもちっちゃすぎるか。これではちっちゃすぎる。これでも入っちゃいます。入っちゃう。このくらいでも大丈夫。でもまた1年後ぐらいに取り替えなきゃいけないですね。こっちだとまだ 2,3 年ぐらい。まあ、あの辺のもの、そうですね、1年とか 2年くらいかな。それ以上長くでもいけないことはないですけど、うん、そんな成長しないってこと。変えてあげた方が成長は早くなります、ね。そうね、うん、じゃあこれで。え、こっちじゃん。ちょっと置いてみて。こっちでしょ。こっちか。まあそうね、こっちもいいね。でも混ぜんのダメなの。やっぱ統一してた方がいい。あ、じゃあ三々で分けようかな。こっちとこっち。うん。ああ、それも。これ三々で。じゃあこれください。で、これで土植え替えしましょう。はい。植え替えもやってくれるんですか。植え替えも、はい、一緒にやりましょうか。はい。そんなサービスあるんですか。いや、ないでしょ、本当は。本当は。本当はないんです。なるほど。今日は百瀬さんが。分かった。特別っていうことないですけど。本当は絶対ないんですけど。分かりました。じゃあお願いします、先生。どれからいきますか。あ、どれがいいですか。あ、に当てた組み合わせとか。確かに。にします。多肉系をこっちのちっちゃいやつにして、葉っぱがある系、あれも葉っぱ系ですよ。そうだね、多肉ですけど、そこ半径でかいんで大きめのやつの方がいいです。なるほど。あ、じゃあちょうどいいですね、はい、これでいきます、はい、お願いします。難しいやつやってください、一番最初に。どれだろうな。これ難しいですか。それちょっとバランスとの難しいかもしれないです。じゃあこの感じしましょうか。ちょっと僕できないんで、それはお願いします。そういうのなんですか。ネット、鉢底のネットといって、まあ、下に穴が開いてるんですけど、まあこれで植え替えの仕方も分かるですね、はい、見てくれてる人も、この後に石を入れるんですけれども、うん、入れた石がそこから流れ落ちない、うん、土壌流出防止のため、うん、ネット多いと。まあ、外で管理されてる方とかは、うん、外側から、うん、より虫が入ってこないように、まあ、ダンゴムシね、侵入しないように。了解、はい。え、これを、これ同じですか、はい、これと石、これ違います。あ、違う、はい、まあ、あの軽石とかでも大丈夫なんですけれども、うんうん、これはあと目の
大きい目の粗い赤玉土というようです、ね、赤玉土、まあ、まあ石じゃないんですけども、まあ、ちょっと固めで、うん、底石としても使えるので、うん、3分の1、5分の1ぐらい入れる感じですね。そうですね、まあ、上の、この辺のサイズに合わせて使っていただければ、うんうんうん、はいはいはい、すごい。で、でもまあ、水はけのいい用土です、まあ、何の用土があるの？サボテンの用土とか、そのあたりのものがこれってことですか。はい、水はけのいい、やっぱいい土の方がいいってことですね。そうですね、これよりは混ざってるから、はい、これはもうダダ漏れみたいなやつじゃないですか。これは水はけがとってもいいいいやつですね。だからちょっとそうですね、こっちをちょっと止めてくれるから。そうですね、目の細かい要素も入ってますんで、全部同じくらいの養分とっても水はけいいんですけれども、他にも赤玉土の小粒とか細粒とか、ね、粒の細かいものも入ってますね。でちょっとこの辺の土を入れていきます。こういまたね、こうひっくり返しながらやるんですけど、たまたまこの子たちそのまま出てきてくれるっていう、まあ、エケビリはもう全部春先に切り詰めちゃっても大丈夫なんで。切り詰める、この辺で切っても。あと葉っぱこうちぎって置いとくと、そこから根っこが出てくるんですよ。切ったところの、葉っぱの切ったところから、ほんで同じような株が無限に作れる。下で直したいなとか、形直したいなときはちょっとやってみてください。はい、かわいい。めっちゃ綺麗にやるじゃないですか。めっちゃ家にやるじゃん。すごい、やっぱプロですね。いっぱい植え替えると慣れてくるもんですか。慣れてくるものですね。だってこれ、だってさっき先生これ難しいって言ってたんですからね。かわいい、いい素敵。じゃあ次は、サボテン怖いからちょっとサボテン。あ、でもサボテンじゃない方がいいのか。じゃない方がいいですか。この器のやつの方がいいですね。じゃあ、あのあっちにしよう。あの子にします。あ、これ難しいっすね。日向ぽっこしてる。これはちょっと先生にやってもらいます。お願いします。また同じようにですね。そうですね、赤土を、赤玉土覚えた、赤玉土。あ、ちこれはむずいっていう、半分ぐらい。お、いけるかな。お、いける、固まってる。え、めっちゃ固まってないですか。いけそう。これ土はもう取らなくていいんだろうな。若干ちょっとほぐしてあげて、全部掘っちゃうとちょっと具合悪くなることが多いので。あ、このまま運用できるんですね、この土を。そうですね、全部そのまま運用すると、まあ、新しい土とちょっと交換してあげましょうという。あ、結構いけそうですね。俺もゴソーってなって、うわーってなるかもしれない。俺って全部土落としたくなっちゃう。うん、確かに。土入れ替えるって言ったから。そうそう、じゃないですね。入れ替えます、3分の2くらいは。そっか、新しくこれに馴染んできて、ね、ってことですね。すごい。この辺行ってみましょうか。こっち、今こっちでも濡れてるから、あ、じゃあこうやりましょうか。これ同じ感じですよね。そうです。一緒に、はい、やりながら、はい、これなんていうんですか。これは土すくい。土すくい。土すくいやって。意外やった。もうこの業界来てずっと最初から土すくい。土すくいなんだ。あります。いや、もうね、ショベルを使わないんだって思ったんだよ俺。
あ、確かに。ね、なんかこういう業界のなんか人たちがこれが一番使いやすいって気づいたんかなと思ってさ。多分これですね。で、これなんていうんやろうと思って。土すくい。どうぞ。こんぐらいですか？あ、そうですね。このくらいで、鉢が大きければ、うん、この底石とか赤玉土で調整していただいて。はい。で、で、これを入れるんですね。うん、そうですね。これを半分ぐらい。これもすももさん。はい、ありがとうございます。これを。こんぐらいですか？そんなものです。んで、あ、でこうやるんですね。そうですね。入れてからして、で、して、のこをゆっくりゆっくり抜いてあげる。あ、そんな感じで。で、鉢ちょっとベコベコできると思うんで。はあ、はあ、スポット。え、まだ出てこない。ここがいいんかお前は。お、来た来た。そうですね。死にそう。あ、大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、もうでもそのまま一回ちょっと落としてあげても大丈夫です。死にそうじゃないですか？で、まあ土入れながらレベルちょっと合わせてもらえれば。あ、ちょっとレベルだけ合わせてください。もうちょい上。もうちょい上か。またこっち側から少し。はい。これが土すくいっていう名前に衝撃を受けて、これそのまんまっていう。なんとか処分。あ、いい感じ。もうちょい、もうちょい仕上げると、もうちょい土やってもいいの。そうか、ここか。いいですね。こういうことですね。そうですね。あ、今ツンって落ちた。大丈夫、大丈夫、大丈夫。倒れちゃった、倒れちゃった。これで、こんぐらいでいいですか？そうですね、うん、これ下の気持ちちょっと入れてあげましょう。でも俺昔小学校の時さ、うん、朝顔とか育てたりするの大嫌いだったけどな。俺好きだった？大嫌い。ああ、俺も、ね、俺もそうですよね。お前ですか、その当時好きだったわけじゃないですか？あ、まあ、別に好き嫌いってわけじゃないですけど、全然面白くなかった。そう、全然面白くなかった。でもやっぱこういうふうに自分なんかあれってやらされてることじゃないですか、うん、じゃなくてこういうのはいいですよね。こんぐらい入れていいですか？大丈夫です。これなんかこいつこっちから見たらやばくないですか？あ、お、綺麗になったすごい次は多肉系を攻めようと思います。これいきますよ、僕、うん、あ、これも簡単にいい。いい感じですか？まあ、全然問題ないと思います。もっと綺麗にしていって、そのままこの子を崩さないようにインする。こういうことですね。そうです、そうです。なるほどね。あんま取らなくていいんだよね。取りすぎるとやっぱ具合悪くなります。具合悪くなります。で、こういうことですよね。そうです、そうです。今度はこっちの後ろの方から入れてあげて、あとある程度固まるので、ちょっと持ちながら、持ちながら。あ、そういうことか。ちゃんと持ってあげないとドゥルン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 ってなってますね。で、まああとは必要であればこの辺ちょっと棒とかでツンツンしてあげて、より固める。うん、いやでも、あ、これこれ持ってあげないし。そうやってあげるとこういうことしてます。皆さんでもツンツンする方の方が多いかな。こうやって棒なの。棒だ。でもこっちの方がいいですよね。ギュッてなりすぎないから。そうですね、土潰さないんで長持ちがいいです。そうですね。いや、プロがそういうのだから。そうですよ。皆さんもそれでやった方がいいですよ。プリプリで、プリプリで、プリプリトントンで、ここをちょっと、なんで俺のように飛ばすの？
最後先生、サボテン、サボお願いします。弁慶獣、いや弁慶獣あれマジ良かったっすね。弁慶獣か、うん、弁慶獣あれいい、マジかっこいい、うん、あれ結構かっこいいっすよね。弁慶獣はそうですね、あれあの柱サボテン選ぶ人も相当渋いっすね。あ、そうなんですか。やったじゃん俺ら、やっぱ先生いいね、先生あんじゃん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 、あれマジかっこいいわ。かっこいいですね。かっこいいですよね。もう好きです。あ、マジですか。もう好きなんですけど、なかなか売れないです。そうなんだ。センス悪いな、みんな。あれかっこいいっすね。あれかっこいい、かっこいい。マジかっこいい。いけてる。うわぁ。めっちゃいけてるな。じゃあ並べよう。やば、ここ最近で結構トップ5ぐらいで嬉しいかも。テンション上がってると、うん、うわめっちゃ嬉しいわ。すごい、めっちゃ綺麗じゃないですか。順番はやっぱこれは順番的にはこういう風に交互じゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今日は、はい、こんなところで、こんなところで、いや今日も百瀬さんいろいろ教えてくれてありがとうございます。いいねこれ、うん、飾って、じゃあこれちょっとリンガース持っていくか今から。え、これですか、うん、これはリンガースに持っていくんですか。リンガース飾り用でしょこれ。あ、これうちに飾り、え、これはあの私物です。そうなの。はい、あの松本さんにはさっき買ったあの弁慶獣が、あ、弁慶獣ね、はい、弁慶獣があるんで、はいはい、まあそれでもうバシンとちゃんと、これは僕にくれないんだ。あ、これ育ててお裾分けしますわ。じゃあ、うんうんうん、そういうこともできますもんね。大きくなったらそれお裾分けしますわ。分かりました。え、全然すぐあっさり引いたじゃないですか。じゃあ今日はこの辺りで、はい、いや百瀬さん今日ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。ということで、うん、一緒にやる、はい、バイバイ。バイ、何で一緒にやんのいいじゃないですか。今日はランチ、ランチタイム、ランチタイムを、今日もう来ました。英語禁止にしよう。多いっす、負けたら支払い3人分な。デザート今言った、あ、言った、はい、同じこと考えてますね。え、カレー行こうかな。あ、行っちゃった。稲垣せいやのまずやるチャンネル、チャンネル登録よろしく。